道場君一つ、我々は一つ、我々は心身を練ます、心身を練ます、各個不発の心業極めろと、各個不発の心業極めろと、一つ、我々は一つ、我々は不動真髄を極め、不動真髄を極め、気に発し管理民なること、気に発し管理民なること、一つ、我々は一つ、我々は真実合計をもって、真実合計をもって、自己の精神を寛容すること、自己の精神を寛容すること、一つ、我々は一つ、我々は礼節を重んじ、礼節を重んじ、頂上を軽視そばの振る舞いをすること、頂上を軽視そばの振る舞いをすること、一つ、我々は一つ、我々は神仏を尊び、神仏を尊び、献上の美徳を忘れだろうと、献上の美徳を忘れだろうと、一つ、我々は一つ、我々は知性と体力とを向上させ、知性と体力とを向上させ、ことに臨んで謝さること、ことに臨んで謝さること、一つ、我々は一つ、我々は生涯の修行を体の道に通じ、生涯の修行を体の道に通じ、極真の道を全うすると、極真の道を全うすると、はい、蹴るて、はい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 、違うよ、足が違うよ、稽古していないんだな、足が交差しなくちゃいけないじゃないのよ、さあ、バカもん、はい、究極はね、スタミナが問題を言うんだよ。分かった？よし。スタミナのね、もう戦いだから。一番か。延長、延長、延長に行ったときに、3回延長行ったときにはもうスタミナだよ。よし。もうこれぐらいで封をするな。
神様じゃないんだもの。そんな苦しい時は相手も苦しいよ。問題はにガスの精神だ。そこが三平の精神が必要だよ。これじゃないとね、こうこうこういったらね、これは君相手倒れないよ。相手のね肋骨をぶち破ってね、相手の心臓の方へね拳を突き出すというような気持ちで、下へこう、そしてこう、この時に腰をひねらなくちゃ。体重を全部乗っけるんだよ、80キロの体重。イエーイ。勝負の鬼になることが一番大事だ。